この川名階段チャンネルでしばらく前にガラス障子という階段を前編と後編に分けて話させていただいたことがありますガラス障子というお話これそもそも私節聴のために書き下ろしたんですけれどもこの出来事について、えー、話してくださったのは私の友人で ととと言ってもとててもも親しいというわけではなくて最近はねそうですねちょっと疎遠にしていてここ数年お会いしてないんですけれどもでも SNS なんかでは相互フォローになっていてたまにメッセージのやり取りもするようなみゆきみゆきさんというね、えー、方がいてみゆきみゆきさん「あの深い」っていう字ね浅い深いの「深い」に「志」と書いて「みゆき」と読むんです。で お名前の方も美み美きさんというちょっと変わったペンネームなんですけれども彼女はねそうですね漫画の原作なんかも書いてらして漫画はとてもヒットしてらっしゃるしあと観音小説もたくさん書いてらっしゃるしホラー小説も書かれたことがあるえそういう方で。 そうですねあの私よりも幾分年下かなと思うんですけれども、うん、知り合ったのはもうだいぶ前で20年ぐらい経っちゃううかなと思うんですね、えー、彼女はねまあ恋多き女といいますかね、うん、結構波乱万丈な生き方をされている方で。 あの別にね階段的な、ね、あの体験談でなくてもお話が非常に面白いんですね。でその「ガラス障子」という出来事これは彼女の、まあ、元彼と彼女が、まあ、体験した話だったんです。でうんそうですねその元彼という方あのシェフでね非常に仕事ができる人で男前で。 でまあだからまあモテるちょっと女癖が悪いんですね女が途切れ目がなかったっていうんですとは言ってもそれはとても若い頃の話ですようんでねこの面白かったのが「まあ、ガラス障子」を書かせてもらった「ガラス障子」ともう一つ「女の手」っていうタイトルをつけたかもしれないですね原作の方では「 ガラス障子と女の手を続けて一つの話みたいな感じにしたのかなと思うんですけれども非常にまあ気味の悪い女の生き量が出てきたりあとまあ水子の霊みたいのも現れたり不気味な話だったんで面白いと思いましてねイベントでもこう披露させていただいた。何年前ぐらいでしょうかねもう。 56年6年ぐらい前になっちゃうかなと思うんですけどもでそれをまあ話すよというようなことをみゆきさんに私お伝えしたかもしれないですねもうちょっとよく覚えてないんですけどイベントにみゆきみゆきさんいらしてくださってところがね面白いんですねあの休憩時間あのサインをね求めるファンの方とかいらしてくれて私がありがとうございますと言いながら接調にサインしたりして。 みゆ,きみゆきさんもねレッスンに並んでるから「あみゆきさんどうもありがとうございます来てくださって」って言いながら「うっんと思ったんですね。みゆきさんの隣になんかなかなかこう美女部というかね背の高い男性がねこうね神妙な顔をして立ってらっしゃる。えなんだろうと思ったらなんとこれがね、まあえー、原作の本とも、えーまあ、違う名前にしましょうね本名ではなくて伏せさせていただきますが。 まあイニシャルで M さんとしましょうか。M さん、ガラス障子のまあある種の悪役というかね、あの浮気モンの元彼。この M さんがなんと偶然このイベントに来てたんです。でミュウキミュキさんを彼は見つけてミュウキミュキさんの方でもああ M 君だっていう風にね気がつくわけです。二人ともね、まあね。 仲高いして別れたわけですよねね結局ね気まずいじゃないですよね。でまあその二人がまあね神妙な顔して私の前に現れた揃って「えー、どうして?」と思って本当偶然その会場で再会しちゃったっていうんですね。でここからがまた面白いところで「M さん階段イベントに足を運ぶぐらいですからもともと 階段やオカルト心霊の類まあ、大好きだった。彼にはね。若干霊感のようなものがあったようなんですね。それで、えー、私がこの実際に sns で募集をしてご応募してきてくださった方のお話を聞いて、そして、えー、実は階段として書いているんですよ。というようなことをイベントの最中も話したら。 早速応募してくださったんですで今日お話ししようと思っているのはそのご応募いただいた、まあ、出来事というかね M さんの体験談なんですがこれがねまたね、まあ、非常にこうね今私複雑な心境でこれを私がここで話すべきなのかどうか不謹慎だというふうに言われてしまうんじゃないか。 という気もすするんですただねうーんこれもね何かの縁というかこんな偶然ってあるんでしょうか、えー、私このところもうそうですね随分前からうーんもう12ヶ月もっと前かだいぶ前からですねこの100「108階段夜舎」という私の何冊目 だったかもうちょっと覚えてないんですけどね、えー、数冊目の竹書房を談文庫の単調しばらく前の作品ですね2019年に書いた本ですけれどもこれをあの前の方から順番でこうずっと実はねこう話してたんですまあ、語り直しをしてたんですね読むというよりかはお話をおさらいしてこれを語り直すという形でこの川名階段では披露していた、うん 順番を入れ替えるってことはないんです私は。ええ。あの飛ばすことはあってもねこれ飛ばすっていうのは何でかっていうと、まあ、読み返してみたらあまりにも面白くないんじゃないか。まあ、文字情報で読んだらそれなりにいろいろうんちくをね付け加えたりしてるから読み物としては成立してるんだけどお話をするとあんまりにもこうなんでしょうねかいらしいかいも起きてないし。 話しづらいなこれはと思って飛ばすってことはたまにあります。それもねあんまり滅多にないんですよ。で、順番に読んでいく。本当に正直に嘘じゃないです。順番に読んで。で、大概ねまとめ撮りをするんです。うーん6話とか7話とかね何話かまとめ撮りをしてで、それを随時この YouTube にアップしていくというわけなんです。 だから今日実はねこれまとめ撮り2話目なんですけれども今日ここにこの、えー、まあ YouTube の方と同じタイトルでいいかなと思うんですけど「あの事件の死神」というねその M さんから聞いた話が来るということはすっかり忘れていたというか、まあ、覚えてやしないんですよ。何話話目にどどのの書いいたなんていうのはよっぽど 印象に残ってる話とかこれを1話目にしようとか思って考え抜いて1話目に持ってきた話なんていうのは覚えてることもあるんですけれども途中に入ってる話っていうのはバランスを見て前の話と違うタイプの次の話にしようぐらいしか考えてないのでね何話話目にどのの来ててているななんうのは覚えてないだから本当偶然なんですけどね。つい そうですね今朝ですかねあのみゆきみゆきさんからメッセージが届きましてねそれが何かなと思ったらまあ今朝というか私が見たのは今朝みゆきみゆきさん昨夜送ってくださったのかもしれないです。まあ、M さんが亡くなった亡くなっていたというね訃報を知らせるメッセージだったんですね。えー、私は あのインタビューをさせてもらってでお礼をお手紙を添えてお送りしてそれっきりだったんでねそこから特に M さんと私のお付き合いが深まるということはなかったので全然存じ上げなかったんですけれども先月亡くなっていたそうですみゆきさんも知らなかったでそれがまあ初めて昨日分かって。 驚いて私に知らせてくれたというわけなんですね M さん若い頃はねあの浮気者で非常にモテてまあねハンサムでだったんですけれどももう最近は大変に落ち着いた大人になってご結婚もされていたそうなんですよ。ですからね M さんの魂の安らかになることを祈りつつ お話をさせていただこうかな。なんとなく電話でインタビューしたんですけど、その電話インタビューの時のその M さんの元気なねあの声というのを思い起こしながら M さんのこう語り口調みたいなのもまあなんとなく覚えてますんでね思い出そうと思うとうん蘇ってきますよね。ちょっと思い起こしながら話してみたいと思うんですけれども。 2000年の12月30日の午前2時頃のことでした。2000年12月30日、この日付、そして、世田谷という地名を聞いて、ハッと思い出す方もいらっしゃるんじゃないか。世田谷一家殺害事件という、えい、ー、まだに犯人捕まっておりません。 未解決事件ですねこの事件が起きたその日でしたまあ M さんがおっしゃるにはもしかすると12月31日の午前2時だったかもしれない30日の午前2時だったと思うんだけれども今となってみては 記憶がやや曖昧だとのことだったんですけれども事件の前後ですね事件が起きたあの家あの家は公園の立ちのき区域に立っておりました非常に大きな公園です公園の中に車道がありまして車道の途中には十字路なんかもある 公園の外角に隣接した都道がありまして、都道を挟んで向こう側に福祉施設がありました。m さんその頃この公園からそうですね。バイクでほんと5分であるとか、非常に近いところで飲食店を営んでおりました。と言っても当時 m さんまだ20代。 20代の後半でした非常に若くて彼はシェフとして大変優秀だったんですけれども何しろまだそんな若さですからね店を持つと言ってもほんとスタンドのような小さな小さなお店でしたそれで平日はそこで配達専門の弁当屋をやっていたそうですで週末特に金曜土曜ですね 金曜と土曜これは、えー、居酒屋営業をしていた外にもテーブル1個と椅子なんかも出してちょっとカフェ風な感じですねであのそこで居酒屋をやっていてで常連客もいてまあ彼の友人中心にということだったんですけれども若者が集まっていたとこういうわけなんですその時は彼はお仕事終わって で帰るところだったちょうどね居酒屋営業をした日だったっていうんですね。で居酒屋そのものはねもう12時過ぎぐらいにあのお客さんがよっぽど眠ってない限りは閉めてしまう。で後片付けをしてきっちり掃除をしてで帰路に着くとそうするとねもう午前2時とかそういう時刻になっちゃう。配達にも えー、通勤にも彼はバイクを使っていた近くのアパートに住んでますからねバイク便利でで午前2時ごろ公園中の車道をバイクで飛ばしていた途中で十字路に差し掛かるするとねその十字路で彼の前に飛び出してきた人影があった猛烈な勢いで走ってきて目の前に ョンと飛び出してきたからまあ跳ねちゃいそうになってあこれは避けられないと思ったんで M さんとっさにバイクをわざと転倒させて、えー、この人物に当たることを防ごうとしたでその人から避ける方向にあえてわざと、まあ、乱暴にバイク倒したんです。 何か,か,かすごいスリム傷やらあの打撲やら負っちゃったっていうんですけれどもでもそのおかげで幸いあのその飛び出してきた人に当たることはなかった当たることはなかったんだけれどもうわーっと転びながら「さっきの人は?」と M さんを持ってですぐに羽を着てこう周りを見回して「大丈夫ですか?」と叫びながら。 返事がないしんとしている人影がないんですあれバイクをわざとこうねこかしながらその人影視界の端で捉えていた一瞬だけ目をそらしちゃったって言うんですね本当にゴロンと転がった瞬間にでもすぐに飛びは起きてこう探したんだけどいないと消えちゃった 本当にまあ一番近くね迫った時5 0ンチぐらいだったって M さん言うんですけど、まあ、体幹5 0ンチですから本当はもうちょっと距離があったのかもでもねとにかく間近でそれを見たっていうんですぶつかりそうになった瞬間。でその人物っていうのは帽子をかぶった男だったということは明らか。M、さんが言うには なんだか野球をやってるやつみたいな気もしたけど違うかもしれない近くに野球のグラウンドはあるんですがと私におっしゃってたでもとにかく一瞬で消えてしまったんだとでその後まあ結局ねその翌々日ぐらいですかそのいつも通り福祉施設にお弁当届けに行っていやーあのねこの間あのこうバイクでこう。 引きそうになってでわざとバイク倒して「見てくださいおかげでこんな怪我しちゃって」ってなんか話してそしたら「それってもしかしてえ何ですかいやそれって本当に人間なんですか?」みたいなことを福祉施設の人に言われて「やだな怖いこと言わないでくださいよ」みたいな会話をしたところが次第次第に こうね、世田谷一家殺害事件の方がいろいろとこうマスコミで騒がれるようになり近隣住民としては非常に気になるで事件の情報をね一生懸命こうねあのマスメディアの情報を追って、まあ、確かめるわけですね M さんもです特に M さんはそうですね翌々日ぐらいからちょうどだから福祉施設の人に話したぐらいからですかね。 大変だったそうですよ警察にマークされて、えー、5回も尋問を受けたっていうんですねで最初は職質みたいな感じを装って警察官が近づいてきたんだけど最終的にはもうね刑事にマークされちゃって店にも来たりしてもう大変だったっていうんですけれども警察署にも出向いたし随分いろいろ話をね聞かれてどうも容疑者の一人としてあの M さんは警察の捜査線上に上がってしまったようなんですね。 まあ M さんって人はね、背が高くて運動神経良さそうで若いしね、うん、で一人物当時はだからまあ怪しいと警察は思ったんでしょうね、まあ。もちろん M さんそんなことしてないわけです。福祉施設の人や店に来る人 M さんからそのまあ飛び出してきたやつを。 跳ねそうになったんで慌ててバイクを倒して避けたみたいなのね、まあね M さん話すとやがてみんなね「それって犯人だったんじゃないですか」というふうに言い始めた M さんもね「いやそうかもしれないなそれはそれで怖いな」と思ったんですけどねでも M さんは私におっしゃるんですよ川名さん違うと思うんですよだって何しろ 僕がこうもうちょっとで弾きそうになったあれ消えちゃいましたからね。それにね「か菜さんこういう話聞いたことありませんか?」事件からしばらくしてそうですね結構長い間10年ぐらいの間かなジンクスみたいにね言われてたんですけどまあ噂っちゃ噂ですけどあの事件のあった家 あそこの家の前を夜通りかかると家の中からこっちを見ている人がいると言うんですねで、それと目が合ってしまうとその後あの公園内の十字路で交通事故を起こすあるいは事故に巻き込まれるって言うんですよ僕がバイクでこう転んだあの十字路ですよね怖いでしょ こんなお話を聞きました本当ですねもう驚いてしまいましたねいやもちろんまず私は m さん亡くなったってみゆきみゆきさんから聞いたときに本当にびっくりしたんですね私よりずっと若い方ですし元気そうでしたし、ええ、あの非常に驚きましたうん。 なかなかねなんて言うんでしょうねうあの「ガラス障子」っていう話の M さんあれ M さんって言ってないと思うんですけどね違う名前にしてたかもしれないんですけどあの M さんはねみゆきみゆきさんはねもうああいうねもうこんな浮気症の男でっていうような感じで話してくれましたけどでもねまあなんていうか愛があるというかみゆきみゆきさんもね決して彼のことをものすごく憎んでいるとか そういういいことでではない話な話んですよ私も聞いていてそれが分かったので、えー、文章にして書くときもまた語る時もね彼を完全な悪役にして語ったり書いたりするようなことはなかっただからこう M さん自身もあ,のあれを読んだりね聞いたりしたと思うんですけれどもイベントで話しましたからねその場にいたんでもちろん聞いてるわけですでも嫌な感じを受けなかったんでご応募してくださって自分の体験談を話してくださったと思うんですよ。 でそれをこうやって、まあ、活字にしたり話したりしてある種形にして残せたっていうのはいいことだったのかなあの。M さんが非常に苦労して小さなお店であのお弁当を作ったりね福祉施設にそれを安くこう、ね、売って、まあ、毎日毎日配達したりで週末は友達や知り合い集めて居酒屋営業したりしていたあの駆け出しの頃のね あのお話でキ雪美キさんと知り合って、えー、若き天才シェフ的な感じでねあの自分でこうイタリアンのお店切り盛りしてっていうなのはもうちょっと後のことなわけですよね。もう人に歴史ありでねで若い頃はそんなふうだった M さんも落ち着いてご結婚されてたっていうことなんですけれどもでも若くしてお亡くなりになってしまった。 人生は儚いものですけれどもんなんて言うんですかね私は M さんとお話ができてとても良かったですよご冥福をお祈りしてます